とキャラバンモードちょっとやりたいんですけど、キャラバンモードは僕本気で、いやどうぞどうぞ、ちょっと勝負してもいいですか。あ、どうぞどうぞ、いいっすよじゃあちょっとあの最初僕がやって、その後あの TZW さんにやっていただいて、キャラバンモードはやっぱあの結構やり込んだんで、ちょっとあの勝てんじゃないかな。おお、いいですね。またそんな大口なんちゃって名人だから山田君ちょっといつもの持ってきて。え、何いつもの持って。あ、はい、あい、ちょっとあの僕プレイするんですけど、その前にいや知ってますよ、ちょっとここちょんちょんちょんってやってもらっていいですか。うん、何も起きないじゃないですか。あら、おかしいっすね、おかしいっすねちょっとごめんなさい、 TZW さんこれ持ってていただけないですか。じゃあちょっと僕ちょっといきますよね。はい、割ってもらっていいですか。はい、おお、こう結構いいですね、はい、練習したんですよ。おお、はい、超だから妙にリアルですよこれ超リアル、リアル、ね、あ、リアルっていうか本物のスイカですから、ね、さすが今割ったんですもんね、はい、すごい。じゃあこれスイカまた冷蔵庫に入れて、はい、ということで、その部品一ですもんね。やるかもしれないです。はい、わかります。あ、本当ですか。スイカ割るやつ。はい。じゃあキャラバンモードでちょっと一回対決を、はい、やらせてください。キャラバンモードっていうのは一体？あ、5分間のスコアを競う。おお。じゃあまず僕ちょっと見本見せますんで。お、ぜひぜひ。いいですか？あ。画面かっこいいですね、うん、こんな感じであの右上にあの、あ、僕ちょっとごめんなさい、やっぱ喋るのやめていいですか。どうぞ超本気でやりたいんで、はいはい、え、あ、ストそう、じゃあ周りで盛り上げるっていうところ。クニョあー、クニョね、クニョ見たいっすよね。おーおー、いやもうなんか全然違う気がするえ、ちょっとなんかさ、もっとなんかもっと俺がやった時にうめえとかさ、盛り上がってもいいんじゃないかな。なんかこう、おい、滑らかな動きじゃない気がする。いや、そんなのよ。おお、でも似てるね。でもまあ、そこそこ。おお、記憶が変わった。あ、来るか来るか来るか、あ、来た来た。いや、お見事。まあ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 。そう、電車とはいえ、取れればやっぱり気持ちいいですよね。ですよね。あ、そうそう、わかるわかる。なんだろう、この不安感って。私もすごい、山田さんが不安でしたもん。さあ。偶数。いきます。あ、手だけ。あ、いいですよ。おお、あれ、あ、なんか時期がいなくなってますよ。あれ言ってますね。あ、稼ぎだそうそう、わざわざとあそ死んでっていうのも一つなんですよね、うん、あ、作戦としては、うん、まあ、うん、はい、あのエリアターゲットの直前と直後の部分の演出が長いんで、うんうん、あえてそこを潰して、なるほど、回避するじゃないですか。やり方いっぱいありますけど、ね、うんうん、ちょっと待ってください、今全くあの余裕がないんでもう今何を言ってるのかもさっぱり入ってこないっていう。あ、でもプレコメの時より上手くなってるっていう。おー、いや、うん、ファンがいっぱいいるんですね正確に言うと、あのプレコメの時も本当は上手いんだけど、あの時イツーが手にぶつかりまくってきてどちらか本当は上手い、余裕がないって書いてあるおー、回してますよ。あれ、ヒドン、ヒドン、ヒドン、あ、うん、あ、あの今のとこはあのちょっとあの安全に行った方がいいんで今のとこはそうです、そうです、無理しない方がいい、そうそうそう、無理しない方がいい、安全に行った方がいい、実はあのどんぐらいの人がいるの、ちょっと待ってください、今超余裕ないんで、今落ち着いて落ち着いて、
で、あの B っていうのは取った方がいいんですよ。もちろん。で、こういう敵も倒した方が、おいおいおい。おいおいおちょっと、いっとそう、連射装置使っちゃうと、うん、メリットは弾切れを起こすっていう。ああ、そうですね。なるべく上にいるか、うんうん、自分なんかはノーマルのボタン押しっぱなしとかね。ああ、なるほど。連射使わないと弾切れは起きるんですか。あ、うん、画面内にね、表示できる数が限られてる。そう、あ、そうですね。画面の下に入れると、うおー、あれちょっとやばいな。今19万点するんで。お、あれこれトップの方とかわかるんですよね。あ、わかります。お、ね、僕ね31万点が自己ベストなんですよ。おで31万点は早々抜けないだろうなと思ったら、昼の時点で2人に抜かれてました。やっぱみんなうまいんだな、ね、名人よりうまい人がいるんだな。あれでもあと37秒。あ、え、37秒しかない。よし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 。あー、ちょっと時間がないな。あー、ちょっともう30万点いきたいな。敵も本当は逃すんじゃなくて撃った方がいいんですよ。うん、キャラバンモードだと。あー、撃った方がいいですね。あー、電車が飛びすぎるのはいけないっていうことです。あー、おー、すごい。まだ今後ろに倒してる。あ、26万点か、あ、でも結構点いくんですね。行きましたね、うん、で、このスコアを抜けるかをですね、あー、どうだろう。ぜひちょっとやってみますか、ね。これで抜けなかったら僕は名人です。ミカドグラディウス部の顧問に就任していいですか。あ、いいですね。本当ですか。じゃあお願いします。グラディウス部の奇跡が起こったって言われて、スターフォース仮面です。でもハイスコアですね。はい、これでもう丸を押せば、はい、違う、あ、ですか。一番上で丸ボタンで、じゃあ、はい、で丸、もう一回丸、はい。さあ、DZW さんは一体何点出すのか。じゃあ上張りすぎた方がいいですね。そっか、敵、あ、上にいて敵を瞬殺させてどんどん出して、そうですね、点数を稼ぐとかですね。ここまでは頼む。ここからは打ち動きが違うな。動き違うな。いやでもね、不安感はちょっとさっきあった、すごい なんとも言い難い、なんか不安感がないんじゃない、気のせいじゃないかな。プレイヤーが変わった瞬間にこう安定感があるというか、安心して見れる、安心感。何をする。うおすごい。ですね、やべえ、これ抜かれるかも。いや、絶対抜かれちゃうから。うわ、空気が変わった、空気が変わったと思う。私もそう思います。まあね、エリアターゲットもとっとと殺した方がいいですよね。次はボーナスと、ザコがちょっとやらしい位置で出るので、取れるかなっていうのに取れましたね。これが点高いですよね。そう、うん、そうなんですよね。4発当てないといけないけど、倒すと1000点でした。うん、そうなんですね。ケラ、あれはいらないですよね。あ、そうなんですよ。そう、あれ、ワンナップするけど点数もらえないんで。そうですね、ここいらないですね。逆にこっちの地上物の回数とか、次の背景は、ひどい、あれを全部取れるからですよね。そっか、僕が逃したやつですね、うん、逃した上にここ安全で行った方がいいんだみたいな。あれは逃したんだ、ちょっ
調整したんじゃない。あれはね、調整だね。あれは調整だね。どかしてあー、遅いな。あ、戻したんですね。これも早めに処理した方がいいですよね、キャラバンモードだと。普通のプレートはやっぱちょっと戦略変わりますよね。そうですね。ああでもまだ1分50秒で20万点なんで、これまさか名人浜田名人が敗れるなんていや初めてやるのと、まあ、あと死んじゃったらやっぱり点数下がるのかなとか、危ない危ない、おいしい稼げ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、こういうところの処理も遅いですね。USB を抜けてそうか抜かれるそうになったなるほどなるほど、そんなこと言っちゃダメだ。なんもないですよね。あ、でも残りもう1分ないですね、うん、あ、抜かれた、うん、あ、抜いたか、マジか、人生で初めて人に負けた。いやあとは30秒であと31万、すごいですね。かっこいいパターンってなりますよ。うまい、あーすげえ、あー31問も抜かれる、うわー抜かれる、ガーガレスターフォースの敵の戦艦、ね、すげえ、あ、こんな行くんだこのゲーム、あ、すごい、これはすごいですね。ちょっと名前ハムって書いていいかハム、すごい、入れましょう入れましょう。ちょっとでも背景と5分間だったらきっちりパターン組めそうですね。あの背景なんかも覚えたり、はい、殺すタイミングを覚えていけば、これは面白いですね。これでハイスコア登録で丸を押したいから、はい、よしおおやりましたね。32万点かな。まあ大体いつもこんな感じ。あ、そうそうです。いやもう負けちゃいました。参りました。ということでありがとうございました。素晴らしかったです。